ディスコードとかで話したことないし。うわー、おしゃれ。すげえな、これ。しかも、ポップコーンのピクミンかわいい。今日は2023年の2月11日のコミュニティで皆さんお疲れ様でした。今見ていただいたのはそこから1年前です、これ。まだ携帯が前のやつで音がすごいクリアに撮れてる時代、ライブで撮ってました。貴重な映像。これ2022年の3月の1日ですね。これフランスからタトゥーアンさんがポップコーンのデコピクミンで送ってくれてたというやつなんです。で、僕のところではなかなかこの映画のデコピクミンが撮れないなと思いながら、一番最近ポップコーンで届けてくれたのはこの 1F さんの、多分クリスマスだから10ヶ月の間で撮りためたんです、僕。でも1匹目からバグってたし、最後最近撮ったのにコンプリートの映像を僕撮り忘れてるんですよね。だからちょっと今回はね、もうこの雑談の儀でその辺をうやむやになるぐらい、ピクミンと映画ってそんな風に繋がるのみたいな話でごまかしたいなと思いますんで、多分あんまりみんなが気づけてないピクミンブルームアナ見るべき映画っていう話なんで、よく拡散しておいてください。まずすいません、2月9日の話からでも長いな、話ごめんなさい。おとといですわ、ピクミン4の続編、じゃあピクミン4の追加情報が出た任天堂ダイレクトが朝あったんですよ。で、それ布団の中でスクショ撮ってたら、これ夜バレンタインのデコピクミンがこうやって持ってきてくれてたんですけれども、まあ本当に興奮しまして。でもそのね、ダイレクトの前のダイレクト、ちょっと待って、ピクミン3の時のダイレクトに出てた方ご存知でしょうか。ちょっと待って、一回話取らさせて。今回のダイレクトの雑談動画を僕撮ったんですけど、そこにたくさんコメントありがとうございます。それで思い出したのは、このピクミンブルームの前の動画のコメントの返信の儀を今日久しぶりにこの動画内で行うので最後まで見てほしいんですけれども、話を戻しますと、そう、ピクミン3のダイレクトに出てたのは松本人志さんなんです。これ2013年6月26日だから発売直前ですよね。これに宮本さんと共演してます。これは公式にあるんで、また概要欄から見ておいてください。じゃあ一体なんで松本人志さんはそこに出るんやと。それはね、そこから遡ること、2011年10月16日に松本人志文化祭っていうのを NHK で放送したんですね。その中で松本人志さんが会いたい人っていうので宮本茂さんを呼んで初対面して対談をしてるんですよ。で、そこで言ってるのが、自分の好きなゲームは気づいたらほとんど宮本さんのだったと。で、ピクミンは中でも最高ですと。こんなこと聞いたらあかんかもしれんけど、3作ってないんですかっつったら、宮本さんが作ってますっつって驚いてて、で、ここでだからお互いをベタン褒めし合ったからダイレクトに出たんじゃないかなと僕は思ってます。で、先からネタバレがすごすぎるんですけど、2007年6月2日まで遡ると、松本人志さんの大日本人という映画が出てて、これなんです。何のひねりもないです。これを見るべき映画としてこの動画で上げさせていただきたいんですけれども、さっきの大文化祭の中でも、宮本さん映画作ったら絶対面白いのにって言われてるんですけど、僕には無理だって言ってながら、今マリオの映画今年やったっけ出ますよね。でも今回おすすめしたいのはこの大日本人で、このもうほんと斬新なんですけども、アングルとかセリフとか間とか、多分7秒に1回感動か笑いがあると思います。でも僕がこんなこといくら言っても信憑性ないんですけども、同年の5月20日にはカンヌ映画祭に出品されてるんですよね。そこで多分絶賛を確か得たはずですけども、それだけじゃありません。ピクミンブルーマーとしてこの動画の冒頭を見てください。はい、あのポストカードの旅、今回未来暗示バージョン、伏線回収バージョン、カンヌと言ったらフランスなんですよね。フランスと言ったらカンヌなんでしょう。これはただの偶然でしょうか。いえ、違います。ちなみにその1年前、宮本さんもフランスでレジオンドヌール勲章とかいうのを取ってます。ちょっと僕の話し方がおかしくなってきてるんで一回戻しますと、さらにもっとあるんですよ。2004年の5月27日この日に放送された放送室っていう松本人志さんのラジオ番組の中で、ピクミンがめっちゃ面白いけど、自分が優しすぎて一匹のピクミンも犠牲にしたくない、だから僕にはできない、面白いけどって言ってるんですよ。これ単なるゲーム好き、ピクミン好きじゃなくて、感情移入がものすごいんです。で、そんなピクミンに感情移入できる人が作った映画、しかも映画作ってる時期と被りますよね。だから僕は無理やりこの大日本人が見るべき映画という風にしたかったんです。もう一回言います。ピクミンに対してそんな風な感情を持てる DNA を持った人が、その DNA を吹き込んだ映画が面白くないわけないやろうと言いたいんですよ。そんな中、いきなりゆきさんのツイッターを紹介するんですけれども、こういったさ、予測不能な方が動画面白いやろ。大日本人も予測不能なんです。でも伝えようとしてることは一貫性があってすごいんですよ。まあ見てください。このゆきさんのツイートすごくて、ピクミン3デラックスで、これ最近ですよ、ついにストーリーモード無犠牲達成したという、本当に僕ね、今もちょっと鳥肌立ったぐらい嬉しいです。僕がどの立場なんやって話ですけれども、松本人志さんが何やろ、あれ俳句で言ったら、食べられてかわいそうならリセットしましょうピクミンよみたいな感じだとするのが俳句、あれなんかちゃうな。でもゆきさんの場合は、かわいそうならむしろ無犠牲でピクミンでみたいなことですよ。すごいよこれ、本当におめでとうございます。でも持ってる DNA は一緒ってことですよこれ。あとすいません、こっからはこれ自慢じゃないんですけれども、このファイル探すのに1時間ぐらいかかって、無理やりこの動画に載せてても自慢ではないんです。
ですけれども、ピクミン2の麦製した時のエンディング画面をデジカメで直接撮ったやつです。この時は YouTube もなかったし録画環境もなかったんで、こうやってデジカメで撮ってたんですけども、ピクミン3が出る時に今なら動画で自慢できる、だから麦製頑張ろうっていうのがこのチャンネルを始めたきっかけだったんですよ。それが今や視聴者さん側から麦製達成しましたよという写真を見せてくださると、そしてそれにあやかって僕も20年前ぐらいのこの写真をまさかそのチャンネルで出すことをごまかせると、自慢じゃないと、いろんな意味で嬉しいし、こういう視聴者さんとピクミン4も麦製して、まあその前に大日本人を見ていけたらなと思ってます。なんか最近さ、ハリウッドの人かなっていう人からの申請が多いです。今回もそうでした。これはありがとうございます。そんな中、久しぶりの返信の儀なんですけど、前回の動画に対してコメントをいただいてますけども、これもなんか映画と一緒で、組取りとか伏線回収とかがよく見られたんで、今回は返信の儀をさせていただきます。まずこれ、ベリタスさんですね。これはポストカードの旅っていう5番目の話の中の返しなんですけど、カエルばっか送ってきてたやんって言ってたんですけども、あの頃、ブタペンさんと It Takes Two をやってて、メイとコーディがカエルに変身して進むシーンがあったからです。カエルカエルって来てたんですよ。僕、本当のこと言います。これ嘘じゃないです。1回目来た時は僕もそうやって組取り取れてました。一心伝心が嬉しかったです。ただ途中から忘れてただけです。いや、あまりにも長いから違うかなとも思ったところもあったかもしれません。ポストカードも映画と一緒で、そういういろんな捉え方できますね。あとその他グッズの話も出てて、ベリタスさんも求めてくださってたんや。これ車とかノート PC に貼れるステッカーごめんなさい、これ今見たかもしれん。ノート PC はまだいいけど、車ダメじゃないかなと思うけど、ちょっと発売してみようと思います。で、次、リコさんなんですけども、タトゥーさんとの羽田付近の遊具かぶり。ああいうさ、こことここかぶってるやんっていちいち僕は言わなくても、見てる人は多分かぶってるって絶対分かってくれるんですよね。特に僕の視聴者さんは。だからそういうのわざわざ言わんのも映画やと思います。で、映画ってそういう風に受け取り側が気づいてニヤリみたいなのもよくあるはずなんで。で、大日本人のシーンの中にはそういう場面がもうめちゃくちゃあると思います。ってことはさっきのね、僕のピクミン2の自慢のあんな長い説明も全然ダメやな、あれな。だから僕、大日本人は50人に勧めて2人やったんやて、本当に。面白いって言ってくださった人。でもそれは一般社会の話ですから、この動画のここを見てる人って8割方面白いと思うんじゃないかな。本当にマニアックなコアな方だと思いますからね。まあそうそう、また思い出した。宮本さんに松本人志さんが、僕はどんどんこだわるとマニアックになっちゃうんですよっても言ってて、だからマニアックな方が好きな人には楽しめるんじゃないかなと思います。そして相変わらずのポケキョンさんの組取り笑いってきてますけども、これ本当にすごくて、さっきのカエルのベリタスさんとはこうやってなんか組取り合いみたいなのが面白いですよって知ってるけど、コメントとかではもちろん絡んだことあるんですね。ポケキョンさんは絡んだことがないんです、一個も。なのになんであんなにポストカードで話せるやろ。絶対大日本人好きやわ。で、ここだけの話ですけど、ポケキョンさんのやつは地域名を出していいかわからんから毎回隠してるんですね。で、隠さなくていい人は僕に隠さなくていいよって一言言ってくださってるんです、この動画のシリーズが始まった最初の頃に。でもポケキョンさんのやつは水道橋って出てる写真のタイトルも隠してるんやけど、そのタイトルを出したい時も実はあるんですけど、ベリタスさんはね、今更声聞きたくないって言って声聞かないようにしてますけど、ポケキョンさんの場合はもう文字も見たくないんですよね、今更。だからいいこと考えたんですけど、ポストカードで隠さなくていい時はね、隠さなくていいですよっていうのを僕に伝えてくれませんか。それを僕が汲み取ります。映画より難しいわ。で、次、長い名前の人ですけども、この人はいつも汲み取ってないんですよ。ずれ込めばっか来るんですけど、今回一番汲み取ってるの、これ、脳内ブルームって。それ一番伝えたかったんで。ピクミン3で一番最初に来てくれた視聴者さんですからね、そこはそうなんか。で、タツさんも言ってますね。リコさんと羽田の一緒なポストカードで並べて嬉しいってね。そういう見た人がニヤリとなるシーンだけ置いて、僕のね、この一個一個丁寧に説明してうざいみたいなことをなくして、シーンだけで伝えるっていう映画みたいな動画にしていきたいね、僕もね。あ、嬉しいっすね。年賀状の結婚の話、やっぱり好きって、これ何回話しても面白いって言ってくださってるのって、僕も大日本人5回ぐらい見てるんですけども、なんかそういう何回も見てもらえるような動画も作っていけたらなと思えるコメントありがとうございます。オムカンはちょっと発売停止になってしまいましたけれども、ゆきさんとリコさんの見守りね、これもね、絵だけで伝えたいなと思います。あの時の絵面白かったですね、結構ね。はい、鑑賞の日ですけど、これ今回はすごいの3個ありました。しかも映画の日に相まってよりすごくなってるんですけど、っていうのもその組取りとか伏線回収にもつながるんですけども、まず1個目、先ほど出たポケキョンさんなんですけれども、これスタジアムの写真なんですね。で、前回水道橋って看板書かれてるやつ見て、でもそこのタイトルに多分水道橋って書いてあったんやろうけど、隠さないといけないっていう話をさっきしました。で、それはポストカードの旅で僕がデコピクミンを取りに行くスタジアムのね、そういうメッセージなんか、いやでもそれは遠いわっていう話をしてたんですけれども、もっと
と遠いだろうポストカードがその後届いてるんです。でももっと遠いかどうかはタイトル出せないからわからないです。でもちゃんとスタジアムデコピクミンで届けてくれまして、もう面白かったな、ありがとうございます。笑ったもんこれ。これも声出して笑いましたね。すぐ届きました前回の動画の後。2番目の話ですね。今年何年やったっけって言ってね、牛トラウータツでウサギなのに間違えるよっていう話の中で、ウサギだけいないシャッターアートあるか手持ちに。しかもこんな迫力のトラとタツ、これは文字隠してもわかるわっていうのも面白いし、さっきの話の流れやと。来年がタツですね、わかりました。去年がトラですね、わかりました。これもねちょっと面白いし、ちょっと凄さもすごくて、これは銅像いらんって言ってるのに銅像を今度始めていくんやっていう面白さもありながらも、この左右にちゃんと旧正月の飾りのデコピクミンもいい感じでいて、その辺も含めてアート、芸術、芸術といえば映画、映画といえばカンヌ、カンヌに始まりフランスに終わるみたいな、すごいなこれ。